南相馬ジャスモールは、福島県南相馬市にある、ショッピングセンター。あい、創築最大のショッピングセンターであり、日本スーパーセンターを各店舗とする。2007年に着工し、2008年9月に開業を、予定していたが、景気低迷などの影響もあり、ガソリンスタンドのみ先行して開業を。その他は2009年7月31日に開業した。 ジャスモールの由来はデベロッパーであるジャストのジャスト大型ショッピングセンターを意味するモールを合わせたものでありイオングループのジャスコからではない近郊にはショッピングタウンベガの各店舗であるイオン相馬店があるがイオン相馬店も営業は継続しているなお当時のジャスコ相馬店の入り口には閉店を否定する胸の張り紙が貼られていたことがある 2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震で東 SC でも大きな揺れがあった。また東 SC は東日本大震災による放射能漏れ事故を起こした福島第一原子力発電所の20から3 0トル圏内にあり、 同年4月11日に東 SC を含む南相馬市の一部などで放射線の累積線量が年間20ミリシーベルトに達する恐れのある計画的避難区域へと指定された。そのため一時的に営業を休止していたが2011年5月6日に時間限定ながら営業が再開されたイオンスーパーセンター南相馬店専門店街。ありがとうございます。